はいえー、では今日も、えー、前回に引き続きまして「草香ろしクという、えー、四字熟語を書いていきたいと思います。今日は、えー、行書体で書いてみます。 はい、えー、ではポイント説明していきたいと思います。えっと、今回もちょっと最初に、えー、4等分に折らずにちょっと書いてみました。ちょっと、えー、今から4等分ちょっと軽く折ってみます。入ってますかね。あ、なんとか大丈夫ですね。 まあ後から四、えー、等分してみたらまあ大体いい感じで入ったので <laughs> 安心しました。はいえっ、ー、と会所体というのは、えー、ねあのー、会所体から、えー、比べるとあの会所体を行書体にする場合ですねいく通りもの、えー、崩し方があります。今日はこんな感じで、えー、崩してみました、えー。字の流れを大事に書きましょう。呼吸を切らさずに書きましょう。で会書体と、えー、書き順が変わったりとかあのー、省略されて。 いいたりりととうこともありますのでえどういった行書体を自分が今書いてるかっていうのを、えー、把握しながら最初はねなんかあのお手本とかを見ながらで左、えー、であのちょっと目をね動かしながらこう見ながらこう書き書いていって回数をこなしていけばあとはもうだんだんもう書き順がもう分かってきますのでご自身のリズムであのー、お手本と ちょっと違っても全く関係ないです。で、全く同じように描、えー、けるわけがないので、あの違う人が書いてるのでね、えー、ある程度もう字脈もきあの続くようになってきたら、ご自身のリズムでご自身の呼吸でぜひ、えー、書き上げるように、えー、訓練されるといいかなというふうに思います。はい、では草からいきましょう。と、えー、こういうふうに書いてみました。草かむれですね。点が来てこうきます。で、横が来る。で、こう来て。 こう来てこう。この辺はやはりあの筆の先をえー、結構使ってますね。筆の先を上手に扱ってあげてます。で、こう来たのがポンと入ってやっぱりね。行書の場合もここを長くしてあげましょう。で、こう来てまっすぐと引いてあげるという感じですね。で、字の流れを大事にこうきて、こうきてこうきてこうきてというでここえー、そうですね。字の流れを大事に書いてみましょう。はいでこう来たのが。 ポンとこう入りましたね。こうきて、一回墨継ぎをしてももちろんいいですが、ちょっと続けて書きましたので、こう来たのが、こうきて下からポンと入れる感じで入れてみました。で、こう、こうですね。ここと、ここを書きたいってことですね。ここ書いて、ここ書いて、ここで。で、この線を戻りながら、ここに向かっていく。この線を戻りながら、すっと、すぐにスッと行ったりせずに、 ここからまだ筆、えー、ここへを戻るとき、えー、筆が残ってる残ってる筆の先がついてる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 ゆっくりゆっくりゆっくり離してってあげてポンとここで受け止めてあげるはいって感じで受け止めて書いてあげましょうで横が来て横こっちのが長いで行書体なのでちょっと曲線的な線ですねまっすぐで数でも OK ですで今日はちょっとこう 全体的に丸みを出したかったので、えー、ちょっとこう丸みを出して最後はスッと、えー、ゆっくりと払うという、えー、書き方で書いてみました。はい、えー、ロですね、えー。アメリカンブリが横、えー、が来て、こう来ます。で、スッと入ってもいいんですが、ここで一回スッとあの、もうほんのコンマ何秒でいいんですが、ちょっと気持ちポッとこう。 一瞬こう見えるか見えないかぐらい軽くポッと止めてあげるっていうのがあるとなんかちょっと引き締まった描写体になるかもしれないですね。例えばここのところですがこう来ました、でこう来てスッと書いても全然あの間違いではないですね。こういう書き方でもいいですし今日はこう来たのがこう入ってここで一瞬ポッと一瞬見えるか見えない中でポッと,と受け止めてからぐっと持っていくという書き方で書いてみました。で縦書き 立て、こう来るで。次、ここここに行きたいですね。ここを戻ってすっと受け止めるこことかと同じようにこの線を受け止めるというこういった感じがあると、ね、行書体っぽくなりますね。中に入れるでこう口を書いて足の部分ですねこれはこう来たのがこっちに来てちょっと上に上がって跳ねたのがちょんと来てここに持ってくる。 ですね。ここもこう、えー、何度も何度も書いていくと、あ、こうやって書くんだなっていうのがご自身でわかってくると、えー、だんだんね、字幕も、えー、切れずに、呼吸も切れずに、いい感じで書けるかなと思います。ここちょっと上げてもいいですね。え、こう来てポンと受け止める。でえー、こうでここがこう縦に来て横に来てスッと行くという。 感じですね。なんかポイント説明にも何もなってないですね。なんか書き順をただなあのたどってるだけなんですが、本当はあの業者帯ね。あのご自身一人一人のリズムもありますので、まあ、書き順をね。あのこういった筆使い、こういった筆の順番ですよ。というのがあの伝わるといいなという感じですね。ポイントとしてはうんそうですね。ロだとまあ、えー、この幅ですかね。あのまあ、何か言うとすればこの幅がえっ、ー、と。 甘冠よりも下が出ない方がもちろんいいですねちょっとあの下がねちょっとあのお尻がでっかいようなねこうドンとした感じになるのでこの中に、えー、ちょっと収めてあげる気持ちで書くと,、えー、とまとまりのいい色、えー、という字になるかなというふうに思いますはいでこれも祝、えー、このまま来ましたのでこう来たのがこうポンと入りますねでこう来て横でここのところも、えーえー、とここと一緒もちろん、えー、こう来て こう来て、ポンと入って、こう来て、そのままスーッと入っても間違いではないです。でも、ここと同じように、ちょっと一瞬見えるか見えないか、ちょっと止める、止めるって、止めるってうと、止めるになってしまうんですが、本当、ご自身の呼吸ですね。ポッと一瞬、カッと止めるって感じですると、こうピュッとこう、あの引き締まった感じになるかもなるかなというふうに思います。起て、こう来たのが、ポッと受け止めて、スーッと持って行ってあげるって感じですかね。 でえー宿えー、こういった行書体にしてみました。会社の時と同じですね。会社の、えー、今回書いた会社の宿の行書、まあ、バージョンですね。なので、こう来たのが、ここで受け止め、こう来て横を書きたいわけですね。こう来て横書いて、こう行きたいので、これをここが受け止める。受け止めて横に持ってくる。それからぐっと、えー、持ってきました。ぐっと持ってくる。で、今度はここに入る。で、こう来て。 えー、ここと同じですね。ここと同じように。こう来たこの線を戻りながら、戻りながら、ゆっくりゆっくり行って、ここでポンと受け止める。こう来て、スッと行って、上からポンではなく、こう来て、こう来たのを受け止める。それから、こう持ってってあげる。ポンポンって感じですかね。で、こう来ます。で、こう来て、えー、白ですよね、これね。横、横のところが、こう来たのが、 筆,を筆先を上手に立ち上げてあげて横がきて最後の横線は描きません大きてスッと払っていくという描き方の宿を選んでみましたでこれもねあの作品ですからね4文字の作品なので上下左右のバランスがやはりねあの、まあ、これに限らずですが、えー、作品はどれもそうですが今日の場合も上下左右のバランス、えーね、整えて描けるといいかなというふうに思います。 あと字幕を切らさず行書体なのでとてもね流れに乗りやすいので、えー、ある意味書きやすかったりもするんですがあまりにも、えー、慣れてくるとちょっと、えー、急いで書いてしまったりちょっと雑に書いてしまう雑に書いてるつもりはないけどもスピード感がありすぎてちょっとこう早く書きすぎてしまうということもあるので早い中にもやはり落ち着きのある、えー、線い一つ一つの点線を、えー、丁寧に、えー、書かれると 素敵なね落ち着いたなんかちょっと深みのある表書体が仕上がるかなというふうに思いますね言葉もとてもいいですねあの険しい道を草をかき分けて進みの塾をしながら旅をするっていうねなんかねそういった意味みたいなんですがぜひあの解書体も書かれて表書体もぜひ書いてみてくださいね言葉もいいしとてもねあの勉強にもなる、えー、学びにもなる筆先を上手に使うね 練習にもなりますのでぜひ書いてみてはどうかなというふうに思いますはい、ね、もう9月も終わりになります次回アップするときは十月に入っていますので、ね、10月というとまたいろいろ秋なのでまたねいろいろな素敵な言葉もありますねもしこういったあの言葉書いてみてっていうのがもしございましたらコメント欄の方にリクエストいただけたら極力お答えできたらなというふうに思いますあと私の方でも何かこう見てね楽しんでいただけるような 少しでも学びの一つにも近づけるようなものを、えー、見つけて書いていけたらなというふうには、えー、考えておりますがあのまだまだ未熟ですがどうぞよろしくお願いします。ははい、い、え、い、ー、では今日も見ていたた。だきありがとうございました